者になった自殺系を持って簡単な想像に日々を使っている単調な風景に服なって回想の列車に揺られ動いている看板の照明が後ろめたくなって目を落とした先で笑っていた通りを抜けて路地裏の方で屈託もなく笑っていた映画の上映はとうに終わって叱責の記憶がやけに響くからできれば遠くに行かないでくれできるなら痛くしないで構わないでないで離れていて圧力にギュッと目をつむって報わないでないで話をして窓越しにじっと目を